どうも白黒の部屋でーす。今日はイタジャガドラゴンボールボリューム5やっていきます。イタジャガのね第5弾目ですね。いやーもうベジットかっこいいな、これすでにこの箱のね、でラインナップ的にね、今回はダイマとね、少年期の悟空がちょこちょこ入ってる感じかね。それと、ドラゴンボール Z からはね、魔人ブー変化ね。まあなんといってもね、もうイタジャガはこのコンセプトレアですよね。今回ね、多分ジャンプのね表紙の分やないかね。これがね1986年のね25号のねジャンプの表紙だと思いますね。でこれがね劇場版のメタルクーラー。でこれダイマのベジータやね。でダイマのベジータ。で少年期のね極ピッコロ大魔王変化ね。で魔人ブー編のね、アルティメットご飯ですね。でダイマの海洋人で、このクリリンどっちや。このダイマにねあのなってもクリリンはねあんまり変わりがねわからんかった。これ多分ダイマじゃないな、普通のクリリンよね。亀仙人とかねだいぶ若返ってね変わってるんですけど、クリリンがあんまりわからんかったよね、見よってね。いやいいね、楽しみっすね。でパッケージは3種類ですね。このダイマのパッケージはね、イタジャガでは初登場ですよね。で、魔人ブー編のね、パッケージ。で、これがね、多分コンセプトレアよね。これね、あの、ジャンプの表紙でね、1995年のね、7号やったかね。のね、多分表紙ですね、これ。ラインナップはこんな感じですね。ノーマル、レア、スーパーレア。コンセプトレア、スーパースペシャルレア、シークレットの全30種類になってますね。まあいつもと同じ感じやね。このスーパースペシャルレアがね2種類とシークレットが2種類で、コンセプトレアはね今回3種類ですね。この8番のシークレットよね、これわかるよね。なんとなく1番からね7番までがこのダイマの枠になってるんよね。で8番がシークレット来てるんで、多分大魔枠からね1枚シークレットが入ってるんやないやろか。でこの30番がねちょっと予想できんのよね。そうやね、魔人ブー編からやったらやっぱベジットとかなら嬉しいっすけどね。ただねこのシークレットはね第2弾とね前回のあと第4弾はこのコンセプトレアのねバージョン違いが入っとったんよね。まあそれはね、まあコンセプトレア嬉しいんですけどね、まあシークレットはね、まあ同じのにせんでほしいなとは思うんですけどね、まあ今回どうですかね。じゃあ1箱目いきます。右の手前から順番に開封していきます。今日はね、6箱でコンプリートをね、狙っていきましょうかね。最近30種類ね、6箱、結構ギリギリの時が多いよね。じゃあ1枚目いきます。イタジャガはね、多分台紙とかなかったよね。で、今回ね、薄塩味のね、イタジャガになってますね。じゃあ1枚目。せーの。はい。スーパーサイヤ人3のね、ゴテンクスやね。これ魔人ブー編のね、ゴテンクスやね。スーパーサイヤ人3のね、ゴテンクスですね。完全に怒った。やったね、ピッコロさんとね、仲良しやったよね、ゴテンクスは。いいね、いいね。魔人ブー編のゴテンクス、1枚目ね。いや、ゴテンクスとね、ピッコロさんの絡みも好きやったよね。ピッコロさんがね、子供好きやけんね。じゃあ2枚目やね。せーの。ほい。ピッコロ大魔王の方やね。これはね、少年期の悟空がね、戦ったピッコロ大魔王ですね。いや、いいね。無印のね、ドラゴンボールも何枚かね入ってますね今回ね。いいね、ノーマルのねピッコロ大魔王ですね。いやこの時もね面白かったよね。もうテレビをね釘付けになって見てましたよねこれね。せーの、はい。悟空これは被ったと思ったら被ってないね。さっき出たのがねゴテンクスのスーパーサイヤ人3やったよね。でこれはねスーパーサイヤ人3の悟空ですね。いやーもう髪の毛がもうボリューミーでめっちゃかっこいいよね、スーパーサイヤ人3ね、やっぱり。レアのね、スーパーサイヤ人3の、孫悟空ですね。
この初期のね、魔人ブーならね、本当はね、このスーパーサイジン3の姿ならね、まあ、盾取ったみたいなことも言いよったよね。ただね、この地球にね、まあ、悟空がこう死んで、あの世からね、戻ってくるよね、一日。で、このスーパーサイジン3の姿になったら、この滞在できる時間がね、まあ、かなり減るとかね、この若い世代のね、まあ、力を見たいみたいな感じでね、まあ、出さんかったよね。うん。いや、ありましたね、このシーンね。うん。いや、いいっすね。このレアでもこの光り方よね。いや、いいっすよね、イタジャガは。シークレット、気をつけとかんとね、コンセプトレアと同じイラストの時があるけんね。前回確かそうやったよね。せーの。ほい。おーっと、ダイマ。ダイマ初めてやね。いや、悟空。うん、いや、いいね。まあ、ダイマもね、結構かなりいろいろね、言われてるんですけど、まあ、個人的にはね、この如意棒を持った悟空めっちゃ好きなんよね。まあ、少年期のね、無印のドラゴンボール、まあ、かなり好きなんで、うん、いいっすよね。うん、で、これは SR になるんか。SR の、ダイマからのね、ラインナップ、悟空ですね。いいね、いいね。せーの。ほい。わーっと、これは、劇場版やね。劇場版のね、クーラーの最終形態やね。うん、やったなぁ。これも、何回見たことか、この映画もね。ノーマルのね、孫悟空 VS クーラーですね。いや、このクーラーもね、強かったよね、最初ね。で、なんか、カメハメハかなんかでね、この太陽にね、ぶつけるよね、確か。で、やっつけるんやなかったかな、最後ね。せーの。ほい。おーっと、コンセプトレアだぜ。いや、いいね、うん。これ、ジャンプのね、1986年のね、25号やったね、確かね。の表紙にね、なってましたよね。いや、いいよね。やっぱ鳥山先生のね、イラストはね。これ、シークレットとかやないよね。こう、気をつけて見とかんとね、CR やね、コンセプトレアですね。うん、まあ。たまにね、このコンセプトレアのね、色違いでね、シークレットがあるんで。いや、いいっすね。やっぱコンセプトレア。うん。まあ、イタジャガをね、買う人はね、このコンセプトレアをね、目当てに買う人も多いんじゃないですかね。いや、もうなんとも言え、もうエモいのね、一言ですよね。うん、せーの。ほい。おーっと、これは、ダイマのピッコロさんやね。うん。ちょっとね、なんかちっちゃい、幼い感じがあるもんね。これは、ダイマやね。うん。ダイマの分はね、ここにね、ドラゴンボールダイマってね、こうロゴが入ってますね。いいね、いいね。ノーマルのね、ピッコロさん、ダイマからね、ピッコロさんがラインナップされてましたね。道具なんやろうね、ダイマもそのままね、行くんやろうかね、子供のまんまずっと進んでいくんやろうか、途中で大人にまた戻ったりするんやろうかね。せーの。ドワーッとかっこれは SSR じゃない？いや、いいね。やっぱかっこいいね。スーパーサイヤ人にね。まあ、ちょっとなっとったもんね。ダイマでもね。いや、いいね、いいね。SEC？ 何？あ、そういうこと？あ、これラインナップなかった。たかこれ、え、6番に孫悟空のミニがあるんやけど、これは、何スーパーレア、スーパーレアと思ったらこれシークレットか。なるほど。うん、一応ね、ダイマからね、1個はね、多分シークレット入ってるかなって思えたんですけど、あ、このシーンか。まあ、ちょっとね、ネタバレになるんでね、あんまり言えないですけどね、まあ、ちょっとね、スーパーサイジにね、まあ、最近悟空もね、なったんよね、ダイマでも。そのシーンかな？うん。いやー、なるほどね。確かにね、スーパーレアにしたらね、加工が豪華よね。うん、いいっすね。1枚目のね、8番のね、シークレットはね、悟空でしたね、ダイマのね。うん、いや、いいね、いいね。うん、まあ、ダイマもね、まあ、賛否分かれてるみたいですけどね。いやー、まあ、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいんやけどね。この、リアルタイムでね、ドラゴンボールが毎週見れるだけでもね。せーの。ほい。おーっと、クリリン、これ。いつのクリリン？これ違うな。ダイマじゃねえな。このクリリン。ですよね。ダイマじゃないよね。これ、ドラゴンボール。うん、これは、少年期無印やね。
無印のドラゴンボールのね、クリーに天下一武闘会の時か、これいつの、第1回戦カメハメを習得したクリリン、続く準決勝では孫悟空と対決した、あ、悟空と戦った時のクリリンか、これは。なるほど。え、これでもなんかイラスト的にね、少年期のクリリンって感じやないんやけどね、これちっちゃくないよね。こっちはね、少年期のクリリンなんやけどね、このイラストは少年期のクリリンをイメージしてるんやのか。違うよね、これ。裏面はね、うん、少年期のクリリンよね。で、表面はね、これ少年期のクリリンじゃねえよね、このイラストはね。うん。まあ、なんかドラゴンボール Z の時ぐらいのクリリンに見えるけどね。そうね、クリリンはね、確かに大までもあんまり変わりがなかったように見えてるよね。じゃあ右奥ですね。せーの、はい。おーと、これは出てないか。出てないな。これは出てないわ。これはスーパーレアの方？え、こっちが。え、さっき出た悟空がね。あ、もうスーパーレアの悟空はもう出とったんか。で、これは、レアかな。レアの悟空かね、多分。違う、レアですね。ドラゴンボールダイマのね、レアの悟空ですね。いいね、いいね。悟空がね、着々とダイマが揃ってますね。じゃあ、左の手前ですね。今のところ、圧倒的にダイマのカードが多い。8枚しかね、ラインナップ入ってないはずなんですけどね。ダイマめっちゃ出るやん。せーの。ほい。おーと、海王神、またダイマ。そうやね。これもダイマの海王神ですね。いや、このただね、この海王神。このダイマの海王神めっちゃ好きなんよね。かなり活躍しとるよね。うん、まあ、イメージ変わったもんね。海王神頼りになるよね。このダイマではね。そう、海王神のね、本名とかもね、出てきたよね。名前、何やったか忘れたけど。何やったかな。うん、海王神の名前とかね、いろいろね、謎が、こうで、解き明かされてますよね。せーの。はい。と、これもダイマのベジータやね。ちっちゃいもんね。うん、スーパーレアかな、スーパーレアやね、これ多分ね。SR のね、ドラゴンボールダイマのベジータ。いや、これダイマ箱やね、シークレットもね、ダイマでしたからね。せーの。はい。おーっと、ご飯、アルティメットご飯やね。魔人ブー編出てくれましたね。いや、いいね。これ多分レアですけどね、この光り方やね、こう、イタジャガはね、レアでも侮れんのよね、めっちゃかっこいい。うん、レアですね、レアのアルティメットご飯、これ勝てんぜお前は。もう名言中の名言よね、まあ、ご飯がね、こう舐め腐ってね、まあいいよったら吸収されるっちゅうね、勝てんぜお前は。いや、アルティメットご飯、まあかっこよかったんやけどね、まあ、速攻吸収されたんよね、この魔人ブーにね。せーの、ほい。おーと、めっちゃ欲しかったカード来たぜ。スーパーサイジン2のね、悟空と、スーパーサイジン2のね、魔人ベジータやね。いや、もうここのシーンはね、もう神作画中のね、神作画よね。ちょっとね、こう、スーパーサイジン2になるとね、お互い目つきも悪くなってね、ちょっと渋くなるよね。いや、かっこよかったよね。え、ちゅうか、イラストがね、横バージョンで、裏はね、縦なんやね。いや、いいね。SR。いや、もう SSR でもね、いいぐらいのね、加工ですよね。いやー、素晴らしい。うん。いいね、いいね。行くぞ、殺してやるカカロット。ね、このね、まあ、悟空とね、戦うために、この、わざとね、バビディの術にはまってね、魔人ベジータになるんよね。せーの。はい。おーっと、これは劇場版やね。劇場版のね、メタルクーラーやね。いや、あったね、このシーンね。こう突っ込んでいってね。やっとやっつけたと思ったら、こう、うじゃうじゃ出てくるよね、メタルクーラーが。もう絶望的なシーンやったよね。あ、ここ。壊れたって知らねえぞってね。もうやっつけたと思ったら、どんどん出てきたよね。ノーマルやね。ノーマルのね、メタルクーラー、うん、ですね。いいね、順調やね。イタジャガはね、結構被る。箱内でね、結構被るイメージがある、あったんやけども、今回まだ1枚も被ってないぞ。せーの。ほい。あ、かぶった。まあ、これは嬉しいけど、さっき出たばっかりやん、これ。
これはね、もう何枚出てもいいね。嬉しいですね。いや、いいね。カブランチって言ったらかぶるんよね。まだ SSR が一番も出てないのかな。そろそろ出るんじゃない？せーの。はい。これ、メタルクーラーも今出たばっかりやん。これ配列的にね、このスーパーサイジン3、あ、2のね、悟空とね、魔人ベジータが出たらクーラーなんかもしれんね。せーの。はい。ありゃーっと、かぶらんつったらかぶり出したね。これもね、出てますね。じゃあ、ワンボックス目、残り2枚ですね。SSR がまだ出てなくね、この箱。せーの。はい。おーっと、ブロリーこれは映画ですね。最初の時のね、ブロリーかね。熱戦、劣戦、超激戦よね、これ多分。いやー、いいっすね。ノーマル、ノーマルなんか、この俺を超えることはできぬ。やったなー。うん、ドラゴンボールのね、映画で、個人的にはね、この、うん、ブロリーのね、熱戦、劣戦、超激戦がね、一番好きなんですよね。いや、かっこよかったよね。もう数々のね、名言が出てきたよね。こう、ベジータのダニーとかね。やったなぁ。めっちゃかっこいいですね。やっぱブロリーね。いや、ブロリーもね、まあ、たくさん映画であるんやけど、まあ、キューブロのね、やっぱ一番最初の映画がね、面白かったよね。じゃあこれ、ワンボックス目、最後っすね。せーの。ほい。これも出たね。中華メタルクーラー、この箱3枚目やね。なんか変な出方したな、これ、最後。じゃあ2箱目いきます。1箱目、SSR 以上がね、1枚しか入っとらんかったね。シークレットがね、入っとっただけでしたね。SSR は0。いや、ちょっと渋いな。もう1、2枚ぐらいね、入っとってほしいけどね、2、3枚をね。じゃあ2箱目いきます。せーの。はい。あと、ダイマの極。これはね、もう出とるね。ダイマはね、結構、一通り揃ったやないかね。グロリオがまだ出てないし。グロリオ以外は出たんやないかな。せーの。はい。と、魔人ブーやね。純粋ブーやね。うん。これはね、初ゲットですね。これはノーマルかね。ノーマルのね、魔人ブー純粋ですね。いや、いいね。この最後ね、このスーパーサイジン3のね、悟空ともね、戦ってましたよね。うん、いいね、いいね。まあ、この魔人ブー編からね、まあ、シークレットが、まあ、来るんやったら元気玉やろうね、やっぱり。どうかね。まあ、個人的には、うん、まあ、そっちの方が嬉しいかね。まあ、コンセプトレアのね、まあ、色違いよりはね。で、少年期編のね、悟空、無印のドラゴンボールのシークレットでも嬉しいけどね。せーの。はい。アルティメットご飯はね、もう出てますね。せーの。はい。これはもう3枚目か。嬉しいけどね、もう結構出たな、これも。やっぱりね、箱内被らんかなって思ってたんですけどね、結構被るね。せーの。はい。メタルクーラー。そうやね、さっきもこれ、同じ感じの配列やなかったかね。まあ、どうもこの魔人ベジータと悟空が出た後はね、このメタルクーラが出てる感じがあるね。配列的にね。これ次ピッコロじゃねえやろな。ピッコロ大魔王じゃなかろうね、これ。せーの。はい。違う。コンセプトレアやけど出たね、これはね。んで普通のね、コンセプトレアよね。シークレットじゃないよね。ですね。コンセプトレア。これはね、もう出てますね。コンセプトレアがね、3種類あるんやけど、あと2種類がね、出らんね。せーの。ほい。ベジータもこれ出たかな？ちょっと違うか。ダイマのね、ベジータですね。さっき出たよね、ベジータ。
あ、ちょっと違うね。ちょっと違うか。こっちはね、スーパーレアのね、ベジータ。ちょっと箔があるもんね。うん。これはね、レアのね、ベジータでしたね。うん。ちょっと、若干ね、イラスト似とるよね。うん。ダイマの分は悟空もね、SR とレアも出てしまったんで。あと、グロリオだけかね、ダイマークはね。せーの。おい、おい、おい。なんじゃこれ。ザー、これはシークレットよね。ですよね。ですよね。いやー、ちょっとね、鳥肌立った。これは何？え？これはね、少年期のね、悟空はわかるんですけど、これなんか扉絵とか、表紙では絶対にないんよね、これ。え？オリジナルなんやろうか？これなんかイラストでね、このイラストあるんやろうか？素晴らしい。え、めっちゃ嬉しい。いや、今回のシークレットめっちゃ嬉しいわ。なるほど。少年期のね、無印のドラゴンボールからね、ラインナップされとったんやね。いや、もうコンセプトね、レアのね、別バージョンか、魔人ブー編がね、まあ来るかなーって予想しとったんですけど、いやー、嬉しい嬉しい。これは嬉しいぞ。いや、これはもう何枚か5枚ぐらいゲットしたいね、これね。いや、素晴らしい。うん。これもね、多分鳥山先生がね、鳥山先生の絵ですよね、これ。なんやろう、これなんかあったんかな、扉絵とかかな、それかジャンプのこう表紙とかですかね。おそらくね、今回あのジャンプの表紙でね、もしかしたら揃えてるかもしれないんで、うん、自分が知らないだけでね、ジャンプのね、まあ、いつかの表紙かもしれないですね。いや、いい、ナイスシークレット。いやー、ありがとうございます。これは嬉しい。あ、いや、シークレット、今回のシークレット、度肝を抜かれた。もうほんと嬉しいわ、あのシークレットは。せーの。ほい。あーっと、クーラーの最終形態はね、もう出とるね。いやー、ちゅうか、SSR でらんね。シークレットはもう2種類出てしまったけど。いや、まさか、少年期の悟空、孫くん来てくれとは思わんかったね。いやー、いいね。ナイスシークレット。うん、せーの。ほい。と、グロリオやね。グロリオなんかめっちゃ綺麗なんやけど。え、これレアよね。うん。で、これでね、大魔王は、うん、全部出ましたね。レアですよね。レアよね。いや、めっちゃかっこいいやん、グロリオ。うん、レアのね、グロリオですね。いいね、いいね。いやー、よかった。まあ、グロリオにはね、悪いけど、もう今、頭はね、あのシークレットで、いっぱいだわ。いや、すごすぎる、あのシークレットは。せーの。はい。おわっと、海洋圏のターレスか。映画のね、ターレスやね。いやー、かっこいいね。まあ、この悟空のね、この海洋圏がめっちゃ好きなんですよね。キュイーンってね。かっこいいよね。ノーマルのね、スーパーサイヤ人 VS ターレスですね。なんかこう、リンゴみたいなね、見送ってこのターレスめっちゃ強くなるやつよね。劇場版ですね、これも。せーの。ほい。ベジータ、これはもう出たね。うん、せーの。ほい。おーっと、ボージャックか。いやー、これもね、劇場版ですね。これ映画のタイトル忘れたけどね、なんかザンギアとか売った時のやつかね、これ確か。うん、スーパーサイジン2のね、ご飯とね、ボージャックですね。ノーマル。そろそろ親父のいるあの世が見えてきたか。いや、あったな、これね。これ、親子カメハメハの時かね、確かボージャックは。いや、いいね。うん、これもね、初ゲット。いや、ボージャックもおったね。映画やね。銀河ギリギリぶっちぎりのすげえやつやったからね。そんな名前、タイトルやった気がする。せーの。ほい。これはもう大魔のね、ベジータ。これはスーパーレアの分やね。もう出とるね。SSR が1枚も出らんし、コンセプトレアがまだ1種しか出てねえ。さっきの箱もね、確かコンセプトレア1枚じゃなかったかな。
せーの、ほいったー、これも出とるね。スーパーサイジン3の悟空やね。せーの、ほい、うわー、止まった。神作画のねコンセプトレア来ましたね。まあ魔人ブーがね乗ってますね、3人ね、初期のね魔人ブーで純粋ブーですね、でご飯吸収ブーがね乗ってる。これねジャンプの表紙でね、あの1995年のね7号のね、まあ表紙になるんですけど、まあこっち側にねこう2枚1組っていうかね、まあ、ここに折れ線みたいなのがついておって、まあこう隠れてるわけよね。で右側はね、アルティメットご飯とねスーパーサイジン3の悟空とで、スーパーサイジン3のゴテンクスがこっちにおるんよね、うん、でこれも魔人ブー編のねもう終盤ぐらいにこう出とったよね。いやーいいっすね、これがね28番なんで、27番にね、まあ、こっち側に、悟空とかのね、3人がいるカードになってますね、おそらく。いやーいいねいいね、うん、出てくれましたね。やっぱ鳥山先生の絵はね、まあ、最高っすね、うん、せーの、はい、おっとこれまた出てね、これだ、え違うな、これ無印の悟空やな、これ大魔じゃねえなですね、ノーマル、思いっきり行くからな覚悟、あ、これクリリンと戦っとる時か、天下一武闘会で。いやなるほどね、あ、これとさっきのねクリリン、このカードが、うん、こうなっとったわけか。でもねなんかちょっと違和感あるっていうかね、クリリン、これ少年期のクリリンに見える？これなんかもう大人のクリリンに見えるんやけどね。でこっちの悟空はまあまあまあ、あの尻尾があるけんね、まあ、少年期の悟空ってわかるんですけど、そうか、ちょっとイラストがねやっぱ昔と今じゃね違うんかね。クリリンはやっぱちょっとねハゲやけんね、調整が難しいんかもね、うん、せーの、ほい、うわーおー、これはうお、これは SSR やろ。いやもうベジットがもう後ろに立っとるよ。いやかっこいいね。そうやね、これ別バージョンでね、これベジータバージョンも確かあったよね。いやこれ SSR ですよね、うん、いやーいいですね。スーパースペシャルレアになるんかね、 SSR はね。これがスーパーベジットだ。いやもうかっこよすぎたよねこの時のベジットね。いやいいね、ポタラーでね、魔人ブー編で合体したシーンですね。いやいいねいいね。もう一枚のね、SSR はね、このベジータバージョンやね。2箱目、残り2種類。いやーよかったね。この箱、シークレットも入っとって、かなり激レアのね、箱やったね。1箱目はね、シークレット1枚だけやったんだけどね。いやかなり、これ紙箱なんじゃない？せーの。ほい。とピッコロはもう出たね。じゃあ1箱目最後ですね、うん、SSR とシークレットが1枚ずつ出てくれたらねいい方なんじゃないかな。じゃあ最後やねこれ、せーの、ほい、あーっとゴテンクスはねもうかぶりやね。じゃあ3箱目いきますかね。SSR がもう一種類、ベジータと、ベジータが出てない。上位レアはね、そんだけよね。コンセプトレアもね、全部出てますからね。だって何が出てないか。せーの。おい。あー、あとグローリオはこれ2枚目やね。せーの。おい。おーっと、これは SSR やね。これまだ出てない分はね、ベジータの分ですね。うん。まあ、これでね、上位レア SSR2 枚とね、シークレット2種類は出ましたね。いいね、順調やね。SSR のベジータ、うん、いいね、いいね、いいね。後ろにね、ベジータもいますね。せーの、ほい。おーっと、このダーブラもまだ出てないね。これはね、魔人ブー編のね、ダーブラがね、まあ、ダイマにもね、ちょろっとね、出てきますけどね。ノーマルのね、ダーブラ、バビディ様って言ってるんでね。魔人ブー編ですね。これもね、初ゲットやね。いいね、いいね。順調。2枚連続ね、出てないの。出たね。せーの。ほい。
あーと、このカードめっちゃ出るけど、これはね、もう何枚出ても嬉しいやつよね。せーの。はい。おーっと、これもまだ出てないね。うん、これ映画のやつやね。あの、合体13号やね。人造人間13号のやつやね。うん、何やったかね。三大スーパーサイヤ人やったかね。うん、タイトルがそんな感じやった気がするね。ノーマルのね、悟空&ベジータ&トランクス。VS 合体13号ですね。いや、いいね。この映画もね、面白かったっすよね。残り2種類やね。そういえば、コンセプトレアがね、まだ出てなかった。あの、3人のね、片割れが出てない。魔人ブーとね、逆バージョンが出てない。あと、ベジータも出てないよね。せーの。はい。おお、出た出た。これ。いいね、いいね。順調ですね。コンセプトレアのね、片方。で出てくれましたね。まあ、こっちにね、あのさっき言った魔人ブーがね、いますよね。うん、いいね、コンセプトレア、やっぱコンセプトレアはね、裏もね、なんかいいんすよね。この、うん、この感じがね、もうエモいっすよね。うん、27番のね、コンセプトレア、上からね、スーパーサイヤ人3のね、悟空ですね。で、スーパーサイヤ人3のね、ゴテンクスで、アルティメットご飯ですね。いやー、この表紙もね、かっこよかったよね。うん、まあ、コンセプトレアをね、並べてみるとね、こんな感じですね。まあ、当時ね、ジャンプのね、表紙であってね、まあ、こっちが表面のね、表紙ですね。で、こっちが裏面のね、表紙にね、なってましてね、ここにね、折れ目があってね。いやー、いいですね。うん、まあ、コンセプトレアはね、もう全部揃いましたね、これで。せーの。ほい。あーと、これはもう出とるね。まあ、残り1種類なんでね、この箱でコンプできるんじゃね。残りはね、ベジータが出てないよね。ベジータの、幼少期のベジータ。まあ、ダイマじゃないんですけどね。Z やね。Z のベジータの幼少期か。せーの。シークレット。8番のシークレットやね。これ、ダイマの分ですね。いいね、いいね。うん。これがね、2枚目やね。せーの。ほい。これはもう出てるやつやね。右奥ですね。残り1種類。ベジータでね、コンプリートなんよね。ベジータ、ベジータ、ベジータ、ベジータ。せーの。ほい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 。これ。これさっき出らんかった。あ、違う。このダイマは違うね。これとね、見分けが、こっちがね、スーパーレアの方なんやけどね。レア、こっちがレアですね。スーパーレアの方はね、如意棒を持ってるんだね。もう一枚、ラスト一枚。ベジータ、ベジータ。ベジータお願いします。せーの。ほい。これ嬉しいけど、これももう出とるね。コンセプトレアのね、魔人ブー軍ですね。せーの。ほい。ブロリー嬉しいけど、うん、これはね、2枚目やね。うん、3箱目、残り3枚。次に4箱目か、やっぱり。せーの。ほい。これは SSR やね。やっぱかっこいいね。後ろにね、ベジットがいる SSR やね。悟空バージョンやね、これがね。うん、これはね、2枚目やね。まあ、ノーマルか。ノーマルやけんね、次も出る可能性あるよ。うん、ノーマル。ベジータ。ベジータのね、子供の頃のベジータやね。せーの。はい。子供の頃のベジータやけど違うな。これはダイマの方やね。そう。そうなんよね。まあ子供の頃のベジータ。子供の頃っていうか、まあダイマの分はね、子供にされたベジータですけどね。いやー、マジか。いや、ちょっとドキッとしたんやけどね。じゃあこれ3箱目、最後ですね。せーの。はい。出らんかったか。いやー、じゃあ4箱目いきますかね。じゃあ4箱目ですね。残り1枚、ノーマルのベジータ。いやー、またこのパターンか。ノーマルがね、残る時あるよね。特にね、なんか板ジャガがなんかそういった時が多い気がするね。ベジータ、ベジータ。せーの。ほい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 。
ほい。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 いやー、マジベジータ出らん。子供の頃のね、ベジータ。20番のベジータが出てないよね。せーの。ほい。ほい。ほい。いやー、やばい。この箱ね、残り2枚。残り2枚だ。ベジータ、ベジータ出てくれ、ベジータ。せーの。ほい。だー。やばいなー、これ。次の箱まで。行くね、これは。これ4箱目の最後ですね。ベジータ頼む、ベジータ。せーの。あーと、シークレットよー。入っとったけど。いや、こっちよりね、向こうのが欲しいよなー。まあ、これはこれでね、かっこいいけどね。じゃあ、5箱目ですね。残り5、ベジータ。いやベジータにここまで苦戦するとは。ダニーやな、ほんとダニー。せーの、ほい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 、ベジータ20番、ベジータ青っぽい背景やったね、確か。せーの、ほいとピッコロ、緑、これはもう出てますね。いやー、もうどうせならね、シークレットとかね、残ってくれた方が、開けるのもね、気合入るんやけどね。せーの。おいっ、おーしょ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 い、出た出た。2枚目のね、シークレット、30番ですね。いやー、いいよね、これ。これはもうほんと5枚ぐらいね、欲しいよね。いいっすね。2枚目ゲットっすね。シークレットより出てないっすよね、ベジータが。子供の頃のベジータ、子供の頃の尻尾が生えたベジータ。せーの。ほい。ああ、魔人ブー。尻尾が生えたベジータ。尻尾が生えたベジータ。尻尾。20番、20番。せーの。ほい。悟空。じゃあ左の手前ですね。ベジータ、ベジータ、ベジータ来い、ベジータ。せーの、ほいほい。おっしー、これ後ろ背景青じゃねえ。青と思いよったら赤でしたね。いやー、やっと出た。いや、もうシークレットよりレアやん、このベジータ。ノーマルのね、20番、ベジータ、来ましたね。ほう、それでですね。なんか変なね、惑星でね、なんかとんでもねえもん食いよったよね、これナッパとね。いやー、ありましたね。で、ノーマルのね、ベジータ。これでね、全30種類、コンプリートですね。一応ね、6箱今日用意してるんで、この5箱目とね、6箱目はね、まあこれから開けてね、まあ配列の方は、載せておきます。全30種類並べるとこんな感じです。いや、最後ね、ベジータでね、苦戦しましたけど、なんとかね、5箱目でコンプリートできましたね。で、コンセプトレアのね、6箱開封して、ダブリがね、こんな感じ。2、4、6、8、9枚か。9枚と、こっちにね、1、2、3枚あるんか。12枚。6箱で12枚なんで、やっぱワンボックスにね、2枚ずつぐらいかね。均等に出てくれてる感じやけど、これがね、ちょっと少年期のね、悟空のコンセプトレアがね、2枚しか出てないですね、ダブリが。で、SSR のね、6箱分のダブリがね、こんな感じ。2、4、6、8と10枚か。ダブリが10枚しか出てない。10枚に、こっちに SSR2 枚と、シークレットが2枚あるんで、6箱でね、14枚出てますね。で、このベジータよ。ベジータのね、ダブリ。これ1枚しか出てなかったよね。今見たらね。で、悟空めっちゃ出とるんよ。
ベジータの方がね、まあ、自分の買った箱は出にくかったね。このダブリめっちゃ出とる。SSR のね、悟空は5枚出てますね。で、シークレットなんですけどね、お互いね、ダブリ2枚ずつね、出てくれてましたね。まあ、個人的にはこっちのね、シークレットの方が、うん、好みなんですけど、まあ、こっちのダイマの悟空もかっこいいっすよね。うん、大体ね、イタジャガのね、シークレットはね、こういったキラキラの加工の分と、こういったね、コンセプトレア系のね、シークレットで分かれますよね。まあ、多分こっちの方がね、人気が出るシークレットになるんじゃないですかね。うん、まあ、両方ね、かっこいいですけどね。まあ、イタジャガはね、まあ、よくあることなんよね。ノーマルがね、最後まで出らんちゅうのがね。で、ベジータのね、ノーマル。最後ね、6箱目まで開けて、写真は撮ったんですけどね。出たかな？出とったかな？もしかしたらね、ベジータのノーマル、6箱で1枚しか。出てないかもしれんね。うん、まあ SSR とね、シークレットは、まあ比較的ね、まあ揃いやすいとは思いますんで、うん、ひょっとするとね、また今回もノーマルとかね、レアとかに、うん、苦戦する方も出てくるかもしれないですね。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。絶対見てくれよな。